皆さんこんにちは。この動画では UAD のアポジョ、ちょっと古いモデル、最近新しいのが出たんですけど、アポジョのちょっと元々のモデルですね。アポジョツインソロとかアポジョマーク2とか Windows 用のやつとかのオーディオインターフェースを M1 の Mac にで使うときに UAD にソフトが必要なんですけど、それをインストールできるんで、インストールする方法を解説します。まず手始めにですね、ここに UAD のソフトがあるんですけど、一応サイトに行ってみましょう。ここですね、ダウンロードですね。ダウンロードで、最近このボルトっていうのが出たんですよね。Mac 用ダウンロードで、ここに Apple M1 シリコンとしては使えませんっていうふうに書いてあるんですけど、これセキュリティの設定がアップデートされたんで使えないっていうふうになってるんですけど、使えるんですよね。一応これで、これでダウンロードしました。はい、こちらにダウンロードしました。パッケージ開きます。ここは強化ですね。で、続ける、同意します。で、アポジョインターフェースソフトウェアですね。はい、これ続けるです。 4.91GB の領域が必要です。インストールっていうので、実はもうすでにこの Mac はここに見ていただければ分かるんですけど、インストールされてるんですよ。で、ただここをユニバーサルオーディオの電源をオンにして、こんな感じで認識されないんですよね。こんな感じでっていうところなんですけど、この辺のアクセス許可は全部許可でいいんですけど、ここで拡張機能がブロックされました。拡張機能にはデベロッパーによるアップデートが必要ですってことなんですよね。 OK で、これ英語でも出ましたね。アロー、マックを要するにシステム環境設定ってセキュリティで許可しろと、っていうところなんですよ。なのでシステム環境設定に行くんですけど、このセキュリティとプライバシーの鍵マーク、はい、ロック解除をオンにする。で、この要するに昔のセキュリティの許可する方法、最近 Mac の方がアップデートしやがったんで、 M1 でセキュリティのやり方、プログラムのやり方をアップデートしやがったんですよ。 Mac が悪いんですよ。で、一応昔のやり方もただ残ってるから、そっちのやり方でセキュリティを許可しなきゃいけない。ただそれをやるには結構再起動を繰り返さないといけないっていうことなんで、これをやんなきゃいけないんですよね。で、これをこっちは後で行います。まずインストールはインストールで、とりあえず再まずインストール終わらしまいます。はい、前やった時にセキュリティアップデートの処理の再起動とかの方を先にやったらちょっとできなくって、まずソフトウェアをインストールするのを先にやります。再起動が終わりました。そしたら今度こそロックを解除してシステム拡張機能オンでシステム終了ですね。で、このボタン今度押しっぱなしにする感じなんですよ。次の時に電源を投入するボタンですね、このボタン。いや、今終了になったんで長押しします。で、もうスタートアップオプション、スタートアップオプションっていう風に出てきてるんで、これ長押しにずっと続けます。はい、これが来ました。はいはいはい。で、一応日本語にしましょうか、分かりやすいように。これがスタート OS 復旧画面なんですよね。で、起動セキュリティユーティリティ、セキュリティポリシー使用したいシステムはこれです。セキュリティポリシー。で、定期セキュリティにします。で、ここ、チェックです。はい。
だからこの完全なセキュリティっていうのを Mac の方がアップデートして作りやがったんですよね。なんか。で、OK。これで再起動します。で、拡張機のブロックがまた来た。なので、また開いて、今度は、で、また再起動するんですよ。で、拡張機能を再構築ってなってるんですけど。押さないと。これで UAD が立ち上がってくるんで、これで認識されたってことですね。これで来てますっていう感じなんですよね。はい、ここでも認識されてる、認識されてるって感じです。はい、以上になりますっていう感じなんで、まあ、まとめますと、まず M1 で UAD のアポジョのオーディオインターフェースは M1 でも使えるがまず一つで、パッケージをインストールします。で、その途中で何か言われますが、一旦インストールは全部終わらせます。で、再起動します。はい、で、その後にシステム環境設定で言われたように、再起動を行います。で、長押しして再起動します。で、低セキュリティチェック、全部チェック。で、もう一回それで再起動して、今度は本ちゃんの、環境設定の方でいつものなんか他のやつの、許可をするみたいな感じの許可を押しての再起動っていうのが入るってことです。だから1個深い領域の、Mac が、やりやがったセキュリティのに関して M1 になってからやりやがった高セキュリティみたいなやつを戻すやつを1個入るっていう感じですかね。それによって M1 で使えますよっていうことになります。はい、こちらのチャンネルではアート、ライフ、ミュージックのテーマで動画を投稿しております。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。